松田スピード。松田スピードは、かつて存在した、松田系列のモータースポーツ会社。松田社のディーラーである、松田オート東京、後のアンフィニ東京、現、関東松田が、母体となって誕生した。1968年、松田オート東京が、モータースポーツ相談室を開設し、大橋隆と寺田洋二郎が常駐する。この年に販売開始した、 ファミリアロータリークーペ用のスポーツキットの取り付け加工を行う松田スポーツコーナーとしての営業を開始、ツーリングカーレースへの対応業務を実施。1973年よりシグマオートモーティブ、現在のサードがルマン24時間レースにシグマ MC73 で参戦する際にエンジン供給を行ったことがきっかけでに座席オープンレーシングレースに割るようになった。 この年の夏にシグマオートモーティブからに座席オープンレーシングのシグマ GC73 を購入し富士グランドチャンピオンシップへの本格参戦を開始。同年シグマオートモーティブと共同でルマン24時間レースにシグマ MC74 で参戦。国産マシンとしてチェッカンフラッグを受けるが周回数不足のため完走にはならなかった。 ルマン24時間レース史上初のレース途中でのエンジンのオーバーホールを行った。1978年、デート二24時間レースに RX3 で挑戦するがリタイア。次年度のルマン24時間レースの予行演習として参戦。1979年に松田オート東京のスポーツコーナーが松田スピードと名称変更。スピードとして 正式にルマンにエントリーするが、マシンは、マツダ RX-7 の改造車 RX-7252i で、グループ5で参戦、準備不足がたたって、予選普通化に終わる。この頃はまだ、メーカーワークスと言えるような体制ではなく、むしろ、ディーラーチームの定裁であった。1982年、 RX-7 の改造車 RX-7254 で参加し、日本車で初めて正式に、ルマン24時間レースを総合14位で完走する。これをきっかけに、チームの組織強化が進められた。1983年に、松田の前身、東洋工業、松田大と、東京他の出資で、株式会社、松田スピードとして法人化し、大橋監督、 立本チーフメカニックの下、正式にスタートする当時の車は、ムーンクラフトのユラタクヤがデザインを担当。その後、徐々にメーカーから技術者が送り込まれるようになり、マツダファミリア 4WD をベースにした、グループ A による世界ラリー選手権、WRC やグループ C による全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権、JSPC スポーツカー世界選手権、 SWC 参戦を果たすなど松田のモータースポーツ部門としての地位を確立した。1991年、松田787バイトでルマン24時間レースに参戦し、フォルカー・バイドラー、ジョニー・ハーバート、ベルトランガ賞のトリオが日本車による初の総合優勝を飾るなど花々しい活躍を見せる。1992年、 松田初のレシプロレースカー MXRH で、ルマン24時間 JSPC-SWC に参戦。松田としては、初のレシプロレーシングカーのため、苦戦を強いられると思われたが、長年の経験を生かし、WSPC のシルバーストンで2位。ルマンでも、前年の勝者、バイドラー、ハーバーと、合唱がドライブする5号車が、一時首位を走り、 最終的にはトラブルで順位を落とすも4位入賞と検討。しかし、JSPC では日産やトヨタを前に苦戦を強いられた。この年、マツダは JSPC 撤退を表明。またこの年、タイヤをダンロップからミシュランへ変更。マツダの経営不振によるモータースポーツ活動縮小の煽りを受け、マツダの市販車向けアフターパーツの販売や、 プライベーター支援活動のみに規模を縮小。ルマン24時間レースへの連続参戦も12年で停止。以後のルマン24時間レースには、松田本社の援助はなく、アメリカでイムスサにロータリーエンジンで参戦していたジムダウニング共同で参戦を実施。1994年に、イムスサ GTO 仕様の RX7、4ローターで、総合15位。1995年に、 プロトタイプの DG3、3ローターで総合7位、1996年にプロトタイプの DG4、3ローターで総25位、1997年にプロトタイプの MS97、4ローターで総合17位という結果で、ルマン24時間レースへの参戦に終止符を打つ。その後もプライベーターのレースチームへのパーツ販売は継続しており、 GT 選手権などにマツダスピード製のエンジンや、シャシーを使用したマシンが出場していたが、1999年7月に、マツダ本社に吸収される形で、法人及び組織としての、マツダスピードは解体され、スタッフもほとんどが退社してしまい、ソフトウェアとハードウェアともに、マツダから割れた。これに伴いレース専用パーツの供給も終了し、 レース活動休止を余儀なくされるチームもあった。松田への統合後は、松田車専用チューニングパーツのブランド名、限定使用者や走行性能を特に高めた市販車のブランド名称として、松田スピードが使われているのみであり、ルマンで優勝した松田スピードとは無関係である。また、松田スピードブランドのカスタマイズパーツの製造は、外部への委託や福祉車両などを製造していた。 マツダ産業、現在、マツダ E&T が行っている。また、マツダ車ユーザー向けイベント、サーキットトライアルとして、マツダファンサーキットトライアルが開催されているが、これは、イベント開催業者、B スポーツへの委託で開催られており、ロードスターや RX-8 パーティレースなどと、同様に、マツダが主観しているものではない。 全国の松田販売会社と提携して自社製品ショールームスポーツファクトリーを展開した。松田スピードブランドの部品などを販売したが、当時発売されていたロードスターや RX-7 をベースとしたモータースポーツがほとんど開催されていなかったこともあり、販売はかんばしくなく松田スピードの消滅により、スポーツファクトリーも中古車販売場などの対応とに、 転用され消滅した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。